寒空のダンジョン攻略第15部、ハージマールよー。ダンジョンに突入したところからスタートです。ここはベラス軍の登竜門。3つの試練を受け、生き残った者がエリートコースへ出世できる。試練とは道を歩くこと、ダンジョンを踏破し、再び入り口に戻ってこい。ということだな。それではクリムゾンガーデン制圧、行くぞー。入り口のフロアには特に何もなし。進む道は3つ、それぞれが試練に対応しているわけではありません。ランダム配置だからね。まずは左側から攻めてみますか。あらほらさっさー。第1フロアにと、何これは。クリムゾンガーデンの防衛装置、生き玉像によるレーザー攻撃、ハイテクだなー。ベラスの闘争の歴史、当該の連合軍と戦うために力を得たが、カドラールとの契約不履行で没落。以降は行方知れず、というのは聞いた通りですね。悪魔と契約なんかするもんじゃないよ。敵を誘い出して戦闘。獲物がいたぜ。ライスロットスノーボンバー、レベル24。スロー爆弾のデバフマン、審判のロックアップにて性能確かめさせてもらう。殴り2回で体力半減。これは大したことないな。モニカ、カルデウスワイルドショット。やったったぜ。この広場、周囲の黒い茨にもダメージあり、結構判定がシビアなので気をつけて曲がりましょう。行ったそばからぶつかるのは NG。戦わずして3割ちょいも食らってまった。できておるのう、不死ギミックは。ベラスの信奉者カルベンテの目も、ガーデンに来る途中でパーティー壊滅。一人きりの彼は無事帰れるのか。ガーデンの強雑魚、ストーンガーゴイル。見るからに強そうなやつ、その戦闘力、確かめさせてまばあ。ダメージ2512、何単に受けることを許さぬ加速突撃。アンブッシュを受けてなお体力に余裕あり、全力で挑まねば危うき相手。MP を惜しまず技を使うのじゃ。敵ターン、ダメージを食らいながらポージング変化。標準、これは一体。動かないのなら好都合、ステルスアンパイエ、581ダメージ、これは防御の構え、さらに解除で3000大回復。なんと面倒な敵なのだ。こんなのがお供を連れて出てきたら、あたい困る。カットで倒したぜ。あー、生き返るわー。モニカがレベル23で最後の技、デスブロッサムを習得。敵全体にダメージ、デバフを2種類付与。2スタックを引いたり、スタント何かなら強そう。獲物がいたぜ。血のスライム、巨大ハンター分を、もうなんかすっかり顔馴染みだな。フリーフォールブラックで、805ダメージとポイズン、なかなかの威力、でも強雑魚判定にはできねえな。パパパッと倒して、終わり。終わったぜ。カリーちゃん、カリブともレベルアップ。最後の技はレコニング、ネイチャーアンガー。レコニングはガリーちゃんの主力技、819ダメージプラス、失った HP の 5% 追加ダメージ。今の武器で800ですから、チェンジすれば軽く1000は超える威力。ネイチャーアンガーはクリ率 22% アップ。ボス戦で使えば12分にお釣りが来る補助。さらに置いて、奥へ進むと宝箱置いて、発見伝。ガリーちゃんの武器こい武器こい。中身はブラッドバイトリング、ママやろ。効果は攻撃352アップのみ。終わり、強いけど。強いな。ついでに装備変更。まずはカリブト、ライムプリズム装備。魔防52攻撃40、HP 560アップと非常にうま味。続いて指輪交換。母なる大地のジェイドリング、もろもろ微妙にアップ。ガリーちゃんは励ましのリングを装備。軒並み50ずつ上がってヘイストだけダウン。まあまあまだな。では次のフロアへゆるりと進軍せよ。雑魚を蹴散らしていると、何やらそれっぽい通路。その先には、それっぽい石像がありました。お前がレッスン1だな。ベラスの試練とは彼の思い出を干渉することでした。ええんかそれで。
隠された存在のマナホール、その門弟の魔術師ベラスは野望に燃え権力を手に入れた。考えを誤り恐怖に震える恩師たちにはなすすべがなかった。ベラスは裏で禁断の魔術を使っていた。恩師たちを破滅させ島に眠るマナを自分のものにするためだ。彼はどこか奥深い場所からの声を聞いた。血の神カドラールだ。恩師たちの持つパワーをベラスに与えてくれるという。ベラスは誘惑に負けまいとしたが、それが頭から離れることはなかった。はい、生前から欲深い男だったんすね。ダンジョン限定バフ、ベラスの手を授かりました。マークがドクロなんだけど大丈夫か。ベラスにデストラミカドラール、話がどんどん膨らんでくぜ。ベラスの手はダンジョン限定バフ、MP100 アップの嬉しい効果と、毎ターンダメージの嬉しくない効果。最初のフロアまで戻ってきました。今度は右側を探索じゃい。そんなこんなで第二の石像に到着。お前レッスン2か？本人が作った施設で本人の昔話視聴とか。そのあたりからして傲慢そう。ベラスがマナを支配しているという話は海の向こうにも伝わり、便乗しようとする者や王たちの耳にも入った。彼らはベラスに包囲攻撃を仕掛けた。長い戦いの後、彼はついに敗北を覚悟した。その時彼の耳にまたあの声が聞こえた。そして彼は悪魔と手を結び、その強大な力に大きな代償を払うことになる。ベラスはカドラールの力を得て戦いに圧勝し、敵を島から追い出すことに成功した。それでもまだ復讐心に燃える彼は敵を追って海を渡り、何世紀にもわたって東の王国に恐怖をもたらし続けた。はい、力を手に入れたベラスは感情の赴くまま暴走。カドラールとの契約内容も忘れ、我が世の春を謳歌します。結局自らの命を捧げることを拒否し、当該の領地をすべて捨て島に逃げ帰ることに。無計画すぎる。今度のバフは攻撃時 HP 回復、ダメージと相殺できる、と思いきや待機ターンを含めるとやはりマイナス。獲物がいたぜ。ライフロット、ブラッドハンター、ボス落ちに追う、ライフハンター。なんだって超ボスのグラサイリオンに根性がねえんだ。ファミコンじゃねえんだぞウルルアーン。ブラッドハンターは純粋な殴りマン。一撃800は無視できぬ威力。ライフハンターは全体にアタックダウン。1スタックは 10%、2スタックは 40% ダウン。なかなか強いが除去は簡単。恐れず進め、殴れようとね。3800ってお前、ダメだろ。ちょっとダメージ食らってたら即死じゃねえか。元ボスだからっていい気になっちゃって、ムッキー。エルモーバウモリリュウリザエル、デクの体は別れを告げろ。アサシネイト。タフいくせに殴りも強いとか反則だろ。さっさと冥界にお帰り。これでとどめ、カリブトパンチ。倒したぜ。15に到達。仲良しさんだ。装備交換。ガリーちゃんとカリブトはダークルートネックレス、モニカは予言のネックレス。 HP1250 1000アップ。どんぶり感情かな。ダブルレーザー機関をダッシュで追加。急げ急げ、焼き芋になるぞ。抜けた先には血の噴水。これが大聖堂で指定されたやつじゃな。たっぷり注いで蓋して保存。二重構造真空タンブラーだから保冷もバッチリ。じゃ先へ進みましょう。いつもの石像発見伝。お前レッスンさんか？声なし特有の勇ましいセリフ。ベラスは敵が流した血によってさらにパワーを増していった。そして倒した敵はベラスの兵士となった。カドラールに与えられたパワーによってヴァンパイアとして蘇った彼らは、死してなお忠実な兵士となった。ベラスが血の神として生まれ変わる日は刻一刻と近づいていた。悪魔はひたすら待った。
協定が完全に達成されるその日を。はい、邪悪存在というより身勝手な魔術師であったベラス。契約を破ったため悪魔の力がどんどんなくなっている。このままいけばベラスは不死を失い倒れ、契約者であるカドラールも器を得られぬまま、俺によしお前によし、そうさせぬようデストラが何かしているのでしょう。思えばライスロットの皆殺しも血を集める儀式だったのかな。てなもんで入り口に戻ってきました。ダンジョン歩くだけで1時間ちょいかかってまったわい。あとは封印を解いて最深部に行くのみ。ゴー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 。広場に近づくとイベント開始。石が動く音とともに足元がピカピカ。ギミックが展開し、ポータル出現。なるほど、これが最後の道ってわけね。ポータルの先は暗い洞窟。ここがダンジョン最王、すなわちボスフロア。クリスタルでねっとり回復しまして、いざ鎌倉。そこにいたのはモルボルかな。謎の魔物かと思いきや、意外と理性的に語りかけてきました。だからといって容赦はできねえな。明日の朝刊に乗ったぜ、おめえボス。予言者、シンプルな名前に HP11010、ついに大台突破。いつもの準備、サージ、シールド、モニカは攻撃。いけ、エグゼキュート。一気に2700ダメージ。さすがはカルデウスアタック。カリブトはガイアフィストで回復の工夫。敵必殺数全ロベは全ロエモノを射抜く。この時点から逃れることはたわず、オプティックグラスト。全体5回ヒットの大ビーム攻撃。ガリーちゃんは1900。二人は2200ダメージ。かなりの強さ。しかしパーティーが崩壊するほどではない。モニカのスタンショットで隙を作って立て直し。ハッカー、ビームを撃てるのはお前ばかりではないぜ。今こそ戦え皆の衆、勝利の鐘の宝かに。ビームだ、ドロー。上空からのド派手な一撃。多弾ヒットで2400ダメージ。すでに敵体力残り3139。おお、ダンジョンの方がよっぽど大変だったじゃないか。あと2回も殴れば終わりだな。一撃4919ダメージ。体力10割残しのダリーちゃん成長。最後に隠し玉を使い折ったか。でも遅かったわね。成し遂げたぜ。今日のアンブッシュには何点もらえるかしら。全員レベル25にアップ。ボスドロップ武器はなし。もう。預言者は危険な奴らが。連中の持つオーブは数百、時に数千もの出来事を記憶している。幻覚を見せ、周りの出来事に対する思考を操作できてしまう。デストラはまさにこれをそういった用途に使っていたのだろう。目を伏せていろ。待って、何を。はい、閣下。それでは裏切り者のヴェラスをお連れします。アルモン。デストラはヴェラスの体をカドラールの元へ運んで、ヴェラスの体を器として使うという最後の条項を果たそうとしている。それによってカドラールは牢獄から解放され自由になり、力も思いのままに使えるようになるということだ。だけどデストロはヴェラスの側近だったんだろう。力のためか。ヴェラスが弱っていくにつれ欲が出たのだろう。でもなんだ。この預言者は真実を隠す用途に使われていたんだ。私には分かった。それもカドラールに対してその力を使っていたようだった。デストラが何かを隠してるってことだ。今奴らはどこに。西のマナリフトだ。悪魔の牢獄だよ。入り口はデストラが預言者の魔力を使って隠しているはずだ。俺らにかかれば隠し事なんてできねえよ。行くぞ。というわけでデストラは何か一計を案じているようです。カドラールの復活はうまくいかなそう。これにてクリムゾンガーデン探索終了。めんどい敵は多かったですが、レベルがぐんぐん上がってよかった。ボックス報酬はいつも通り使えない装備でした。かーっぺ。
町に戻りレシピチェック。大量に入荷してるじゃない。全部買うわよん。全部覚えるわよん。レシピ多すぎ。これは金が足りひん。レベルの高い武器レシピを優先して購入。あとは金ができたら買いに行きましょ。どんどん増える増える。といで、なんだかすごいことになっちゃったぞ。何か用か。覚えたレシピにガリーちゃん用の武器はあった。装備レベル24、攻撃512アップ。これだよこれ。早速錬成。ちょっと待って、何か忘れてる。忘れてない。あ、そうだ。アイテムを過剰投入することで、レア度が上がるのだ。緑から青、青から紫へ。この際これを最終装備にするつもりで錬成じゃい。完成。これがニューストーンハートデモリッシャー。通常時から出力 20% アップ。現装備から攻撃784アップ。ああ、うめえなー。ようやく他二人と並ぶ火力になりましたが、最終装備に比べると1700ほど低い状態。ええー。といったところで今回は終了です。次回、マナリフと攻略。それでは皆さん、お達者でー。